シンフェローポリ国際空港での気象がない武装兵。画像右側の AK-74M はマガジンが挿入されていない。AK-74 水を装備し、シンフェロポリ南 25km にあるペレバリノへの軍基地を封鎖している、リトルグリーンメンリトルグリーンメンは、2014年、ウクライナ危機の際に現れたロシア軍の武器と装備品を装備した気象をつけていない。 覆面兵士を指す。この用語はロシアによるクリミアセバストポリの編入の最中に最初に使われ、覆面兵士らはシンフェローポリ国際空港やクリミアの大半の軍事基地及びシンフェロポリの議会を占領、封鎖した。平和的に行動し、実質的に住民の日常活動に干渉しなかった。ため彼らは誠実な人々としても知られている二0十五年四月。 退役したロシア帝徳イーゴリ・カサトノフは、リートル・クリーン面は、ロシアの特殊部隊、スペツナズのメンバーだったと述べた。彼の情報によれば、クリミアに配備されたロシア軍は、ヘリコプター6機といるマイナス763機で、送られた計500人が含まれる。2015年12月17日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナの軍事的範囲を含む、 特定の任務に従事していたロシア人の存在を簡潔ではあるが認めており、それはウクライナにおけるロシア正規軍の存在を意味するものではないと付け加えた。2014年3月、フィンランド市スオメンソティラスはリトルグリーン面の写真で見られる装備と武器の分析記事を出した。記事では武器と装備の一部はロシア連邦軍のみに提供されているものだと述べている。記事では これらの軍は、ロシア空挺軍第45、独立新英特殊任務連隊の外然性が、かなり高いと結論付けた。他のメディアは、ロシア特殊部隊の配備の証拠として撮影された、VSS ビントレスを装備した気象がないロシア兵の写真を公開した。ウラジーミル・プーチン大統領は当初、グリーン面は、ロシア軍ではないが、地元民兵組織が、ウクライナ軍から武器を奪ったと述べた。 ナト o の欧州連合軍最高司令部、作戦連合軍のフィリップ・ブリードラブ大将は、グリーン面は、実際に、ロシア軍だったと述べた。2014年3月、プーチン大統領は事前に計画された介入が、なかったと主張し続けたが、重装備で、統率の取れたグループが、侵略開始時に、クリミアの空港と港を乗っ取った。彼らは単なる、自警団であり、 地元の軍用ショップからロシア風の制服を購入したのかもしれないと述べた。ウクライナ住所有者協会によれば、ウクライナの法律では、狩猟目的以外での下記の販売や持ち運びは禁止されているという。4月17日、プーチン大統領は初めてロシアの特殊部隊が、地元の人々の保護や国民投票に向けての状況を作るために、 クリミアの出来事に関与していると公に認めた。その後、出来事の最中のクリミアで、ロシア軍が、ウクライナ軍をブロックしていることを認めた。クリミアでのロシア軍の存在についての質問への答えで、ロシア国防省のセルゲー・ショイグは、ウクライナの出来事でのロシア特殊部隊の使用に、関しての声明に関して私は一つだけ言える。暗い部屋で黒猫を探すのは大変だ。 特に猫がそこにいないのならと述べ、もし猫が知的で勇敢で誠実であれば、猫の捜索は馬鹿らしいものになると謎めかして付け加えた。ウクライナ内戦中の2014年8月26日に、ロイター通信の特派員によるドネツィク州コロスキーからの報告では、数十人のロシアな余りの重装備兵が週末に現れ道路を封鎖したとされた。白いバンドを付け、 同一の識別マークをつけた10人の兵士がジッカルニー村付近でウクライナ軍により拘束された。火曜日に公開された映像の中で拘束された兵士はロシア軍の空挺兵だと述べた。BBC の報道でドンバスの気象なしのロシア軍を幽霊軍と述べた。2015年1月13日、ウクライナの報道機関、ケンソル .net は ルハンシクにいるロシアの特殊部隊について、緑の軍服を着た兵士8人が街頭をパトロールしている映像と共に報じた。ありがとうございます。